分の知らない世界を見せてくれたりとか、そこになんかこうワクワクしてる自分もいますし、その一言でチャンスを逃してしまったりとかするので、そこに 100% ちゃんとやろうとした気持ちっていう方が多分大事だと思うので。モデルもそうですし、女優もそうですけど、本当にその洋服一つで全然見え方も違いますし、お芝居はその役一つでやっぱ人が本当変わったように、本当にこの役はあの人がやってたのみたいな、やっぱその表現の幅が広いから面白いお仕事だと思うので、そこになんかこうワクワクしてる自分もいますし、特に女性とかもメイクとかでも全然変わりますし、なんかそういう表現の幅がやっぱお互いすごいたくさんあるので、それは、まあ、マルチにできたら嬉しいなと思います。その時の状況によっても難しいですけど、迷うってなったらとりあえずやりますね。やらない方を選択して、こっちのチームはやっとけばよかったって思うんだったら、失敗してもそこに 100% ちゃんとやろうとした気持ちっていう方が多分大事だと思うので、失敗イコール別に悪いことだとは思ってないので、それも必要だったんだなっていうふうに考えるようにしています。その一言でチャンスを逃してしまったりとかするので、もうこれは自分の直感を信じて、これはやってもいいと思うとか、これはやったらきっと自分の糧になるみたいなことはもうやるって決めるとか、特にやっぱ結構日本の人はシャイだったりするので、もっとこうアクティブに自分はこれだけこういうことをやりたいんだよっていう、自分のプレゼンをするっていうことの大切さみたいな。普段の生活の中で私はなんか自分にないものを与えてくれたりとか、自分の知らない世界を見せてくれたりとか、そういう刺激的な毎日がやっぱすごい楽しいと思ったりとか、そこにこう自分も入りたいって思ったりとか、染まりたいって思うタイプなので、やっぱそれが女優のお仕事っていうのはもうまさに私が求めているものがたくさんあるので、なくなっちゃったら大変だと思います、多分。